こんにちは。本日は私がよく利用しているヤフオクさんでの、えー、便利な発送方法をご紹介いたします。私はよく薄くて小さい商品をヤフオクで発送するんですけれども、その時にヤマト運輸さんのネコポスというサービスを利用しています。スマートフォンで QR コードを出して、<laughs> コンビニにある機械に読み取らせてバーコードの記載された紙を出しますで、その紙をレジに持って行って店員さんにバーコードを読み取ってもらうと、えー、店員さんが住所の記載された送,り送,送る宛名の記載されたラベルを出していただけますので、えー、そのラベルを、えー、封筒に 貼りり付けて発送すする形になりますこのサービスを利用すれば封筒に自分で住所を記載する必要もありませんただしえ似たような、えー、ものをです、ね、同じ封筒で送る場合、えー、別々の商品それぞれ別々の宛先落札者様のところに発送する場合に どの封筒がどの宛名に送ればいいかというのが分、えー、からなくならないようにですね私の場合は、えー、このように封筒に郵便番号だけを記載しておきます QR コードを読み取って、えー、バーコードの記載された紙にも郵便番号が 記載されていますし店員さんの出してくれたラベルにも郵便番号記載されていますのでこのように郵便番号を記載しておけばどの封筒がどの宛先に送るかというのがすぐに対応しておりますので便利かなと思います。